ヘンリー五世、ヘンリー五世、1387年、9月16日から1422年8月31日は、ランカスター朝のイングランド王、在位、1413年から1422年。ヘンリー四世と最初の妻メアリードブーンの子。クラレンス公、トマス、ベッドフォード公ジョン、グロスター公、ハンフリーの二位。ヘンリー六世の父。 若年の時から戦いに参加し、父を助けて、ランカスター朝成立期の国内平定に貢献した。1413年3月20日に即位すると、積極的な大陸経営を目指し、1415年、フランス国内のブルゴーニュ派とアルマニャック派の内紛に、常時て休戦中であった100年戦争を再開して、同年10月25日のアジャンクールの戦いで、大勝し、 フランス軍主力を壊滅させた。1420年6月2日、フランスオシャルル6世の娘キャサリン、カトリーヌと結婚、トロワ条約を締結して、自らのフランス王位継承権を認めさせ、ランカスター朝の絶頂期を築いたが、2年後に休止した。ヘンリー5世は、ウェールズのモンマスにある、モンマス城のゲートハウスで生まれた。父は、 ヘンリー・オブ・ボリングブルック言語のヘンリー四世。母は、第七代の次女で、当時十六歳のメアリーである。彼が生まれた、時期のイングランドは、父の重慶、リチャード二世の統治下にあり、大井継承からはかなり離れていた。そのため、出生日さえはっきり分かっておらず、1386年か1387年の八月九日か9月十六日の、説が有力とされている。 幼少期は、オックスフォード大学クイーンズカレッジで勉強したが、1398年、12歳の時に、父がフランスに追放されたため短期で終わる。すでに母も他界していたヘンリーを、国王リチャード2世は引き取り、優遇した。再起を図る、父の率いるランカスター派が1399年に、イングランドに上陸すると、リチャード2世は捕らえられてしまう。こうして、 父がヘンリー四世として即位し、彼もプリンス・オブ・ウェールズに助せられる。そして同年十一月十日に、ランカスター港に上された。数年の後、彼は、イングランド軍の一部の指揮を実際に取るようになった。千四百三年のグリンドゥールの反乱に際しては、自分の軍隊を率いて、ウェールズに向かい、さらにこの反乱に加担したヘンリー・パーシー、ホットスパーに対しても、 とって返して、父の軍と合流し、で打ち破った。1408年まで、ヘンリーは、オアイングリンドゥール、オーエイングレンダワーによるウェールズの反乱の地圧に、注力した。その後、父の健康状態の悪化によって、次第に、彼の政治的権威が、こうまてきた。1410年1月からは、おじにあたる、ヘンリー・ボーフォートとトマス・ボーフォート兄弟に助けられつつ、 実質的な政権の支配者になった。ヘンリーの政策は国内政策、対外政策ともに父と異なっていたため、1411年11月の午前会議に彼は呼ばれなかった。のみならず、翌1412年1月に評議会のメンバーが入れ替わり、暴法徒派が更迭され代わりに父が信任する人物が入れられた。その中に、 弟のクラレンス公とトマスもいたため、ヘンリーとクラレンス公の関係は一時悪化した。暴法と兄弟が父の単位を格索していた可能性はあるが、この親子が対立するのは政治方針のみであり、後に両者は和解している。そして暴法と兄弟に対立する勢力はヘンリーの中傷に躍起になった。百年戦争期の当時のフランスでは、国王シャルル六世は、 精神異常のため事実上政務を取ることが不可能な状態であり、ブルゴーニュ派とアルマニャック派に分かれて内戦状態にあったため、とても外敵からの自国の安全を保てる状態にはなかった。ヘンリー4世は大陸にあるアキテーヌの保持を第一に考え、外交は消極的で両派から援軍を持ちかけられても露骨な肩入れは避け、1411年10月に、 ブルゴーニュ派の味方として2000人を派兵1412年8月にアルマニャック派と手を組4000人のイングランド軍を派遣したがどちらも小規模ですぐ撤退したため選挙区に影響をよなかった。対するヘンリーは積極的にフランスへ介入するためブルゴーニュ派との関係を重視内乱につけ込んで北、フランスを征服することを目標にしていたためこれが 父から遠ざけられる元となった。1413年3月20日に父が亡くなると、翌日にはヘンリーが王位を継承し、4月9日に大冠式が行われた。ヘンリー五世はすべての内政問題に直接関与し、そして次第に自身の影響力を高めていった。また、その即位当初から自らをイングランドという連合国家の長と位置づけ、 過去の国内対立を水に流す方針を明確にした。まず父と対立したリチャード二世を再度丁重に埋葬し、リチャード二世が在位していた間の推定相続人であるマーチ博、エドマンド・モーティマーをお気に入りとして手元に置き、さらには、社位、領土を没収されて苦しんでいた貴族たちには、社位、領土を順次回復していった。 ホットスパーの維持ヘンリー・パーシーもノーサンバランド博を継承した。ヘンリー5世にとって最大の内政課題は当時遺産として迫害されていたロラード派の不満分子に対する対処であった。1414 14年1月にジョン・オールド・カースルの反乱を未然に防いだヘンリー5世内政基盤を堅固なものとした。1415年6月にを除いてはこれ以降の 彼の統治期に大きな内政問題は発生していない。また、政府公式文書での英語の使用を促進した。彼は350年前のノルマンコンクエスト以来、初めて個人書簡に英語を使用した王であった。内政問題が鎮静化したことで、ようやくヘンリー五世は外交問題に注力できるようになった。最初にブルゴーニュ派、 次にアルマニアック派から接触があり、それぞれ相手を倒すためイングランドの火星を必要とし、ヘンリー5世に向けて婚姻関係と領地活譲を提案した。ヘンリー5世はアルマニアック派と交渉しつつ密かに政権から追われたブルゴーニュ派の首領であるブルゴーニュージャン一世、ムコア公にも近づき、ブルゴーニュ派から明確な回答は得られなかったが、アルマニアック派との交渉も、 平行線をたどった。ヘンリー5世はという理由で、領土割動とフランス応用を要求した。これを拒否したアルマニアック派に対し、ヘンリー5世は長期休戦状態にあった百年戦争を再開し、フランス遠征を行った。1415年8月11日に、フランスに向けて出航したヘンリー5世のイングランド軍は、8月12日に、北。 フランスに上陸し、原生沼リテイム兼要塞を包囲し、9月22日には、これを陥落した。予想以上に長引いた、包囲戦で、疾病、負傷者が増えたイングランド軍は、補給可能なカレー港に、リクロイドを開始した。これを追撃しようとする、アルマニアック派を中心とするフランス軍を10月25日のアジャンクールの戦いで撃破し、多くのフランス貴族を捕虜とした。 ブルゴーニュ派からの攻撃はなく、イングランド軍は11月に帰国、ロンドンで外戦した。アジャンクールの戦いでアルマニャック派の幹部は戦死するか、捕虜となり、彼らは過酷に扱われ、長期間イングランドに遊兵された。この中に、オルレアンコーシャルルとアルティールド・リッシュモンなどがおり、ヘンリー五世が死ぬか、長い年月を経た末でなければ釈放されなかった。また、ヘンリー五世はママ 父の母妻デリッシュモンの実母ジョーン・オブ・ナバールに対しても邪剣に扱ったとされる。イギリス海峡の正海権を確固たるものにするためには、フランスだけでなく、フランスと同盟するヨーロッパ各国を海峡から締め出す必要があった。アジャンクールの戦いの後、神聖ローマ皇帝、ジギスムントは、イングランドとフランスの和平朝廷のため、ヘンリー五世のもとを訪れた。 ヘンリー5世のフランスに対する要求を緩和するように説得するためである。ヘンリー5世は皇帝を歓待しガーター勲章まで授与した。ジギスムントは返礼としてヘンリー5世をドラゴン騎士団に登録した。数ヶ月後の1416年8月15日、イングランドのフランスへの賠償請求権を認めた。ジギスムントはを締結してイングランドを差。 イングランド国王と新生ローマ皇帝との間につながりができたことで1417年の境界大分裂の収束に道筋がつきフランスと大陸諸勢力との分離が進んだこれを後期としてアジャンクールの戦いの疲弊を癒したヘンリー五世は再びさらに大規模な進攻作戦を開始した8月に始まったイングランドの征服活動でカーンなど ノルマンディ地方の沿海部は瞬たたく間に占領され、ルーアンの街も1418年7月からパリから分断された状態で攻め立てられた。フランス政府はブルゴーニュ派とアルマニャック派の構想で機能していなかった。ヘンリー5世は巧みに両派を争わせつつ、9月にシェルブールを1419年1月にルーアンを陥落させた。 抵抗した、ノルマンディのフランス人は厳しく罰せられた。城壁から、イングランド人捕虜の首をぶら下げたアラン・ブランシャールは、たたく間に処刑され、イングランド国王を破門した、ルーアンの司祭ロバート・ルリベットはイングランドに送られて5年間牢獄に入れられた。8月、イングランド軍は、パリ城外まで達した。ここに至って、王太子、シャルル、 後のシャルル7世とブルゴーニュ皇ジャン・ムコワ公は、イングランドに対して共闘すべく和解の交渉を開始したが、9月10日の交渉の場で王大使の支持者がムコワ公を暗殺した。そこでシンブルゴーニュ公フィリップ3世、全領公とブルゴーニュ派は、ヘンリー5世のイングランド軍と共同することにし、フランス王室も交えた6ヶ月の交渉の末1420年5月に、トロワ条約が結ばれた。 この条約の中で、ヘンリー5世が、フランスの王位継承者、摂政となることが認められた。そして6月2日、ヘンリー5世は、シャルル6世の娘カトリーヌ、キャサリンと結婚した。6月から7月にかけての城に押し寄せ、陥落させた。さらに11月には、ムランを占領し、ルーアンに滞在した後1421年2月に、イングランドへ帰国した。 イングランド滞在から4ヶ月後の6月10日、ヘンリー・5世は自身最後の遠征のためフランスに向けて出港した。これは南フランスに抵抗の拠点を移した王太子とアルマニャック派の勢力がアナドれイからで、フランス駐在のイングランド軍の指揮官だった弟のクラレンス公が3月22日のボー,オージェの戦いで撃ち取られていたため報復の意味もあった。 7月から8月にかけて、ヘンリー5世の軍はドルーを制圧し、シャルトルで同盟軍を支援した。その年の10月にはもう包囲し、7ヶ月もの長期間、包囲した末の翌1422年5月2日に攻略した、もう包囲。ところが、同年8月31日、ヘンリー5世は、パリ郊外のバンセンヌの森で、もう包囲戦の際に感染していた赤リで死亡した。 三十四歳であった。わずか数ヶ月前に、息子ヘンリー六世の名前で、弟のベッドフォードコージョンを、フランスの摂政に任命したばかりであった。ヘンリー五世としては、トロワ条約の締結の時、病弱なギフシャルル六世よりは長生きする自信があった。ため、次のフランス王と取り決めたが、結局、ほんの二ヶ月ではあるが、シャルル六世の方が長生きすることになった。キャサリンは、 ヘンリー五世の亡骸をロンドンに運び、11月7日に、ウェストミンスター寺院に埋葬した。ヘンリー五世の死後、キャサリンは1437年に死ぬまで、ウェールズ人の自重、オーエン・トゥーダと密接な生活を送ったが、密かに結婚したかもしれない、彼らの孫こそが後に、チューダー朝を開いた、ヘンリー七世である。シェイクスピアの刺激、ヘンリー五世の主人公として取り上げられ、 ヘンリー四世第一部、ヘンリー四世第二部でも、春王子の名前で重要な役回りで登場する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。